本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介をどうぞ。トークメイン M です。なんか立ってるやつです。あーマイクテスです。トークテしないってね。好きな食べ物はないです。人間じゃないので。趣味はありますか。ないです。人間じゃないので。すいません、年齢は16歳です。永遠に永遠に。人間じゃないので。私は人間じゃないので。渋いですね。悩みはありますか。毛量多くて病んだっちゃう。あと発音が苦手なので。歌姫って言われるとちょっとプレッシャーです。なるほど、毛量ですね。他には何かありますか。はい、最近さん私に歌を歌わせてくれないんです。自分で歌い出したりキャラを乗り換えたり飽きたりいろいろです。でもそれぞれ事情があるだろうし、引き止めるのも重いだろうし、みんながハッピーならいいなと思います。もう人生ですね。いや私は人間じゃないので。トークメイクエンスです。なんか歌ってるやつです。人間のフリーしてただの音楽ソフトです。命のない私にあなたはどんなイメージを着せる。トークメイクエンスです。トークテーしないでね。トークメイクエンスです。人間ってどう思います。なんかわかんないですけど存在しててウケますね。ウケるんですね。存在してない側からすると逆かなって思ってます。そうなんですね。では人間に一言どうぞ。はい、私に終わるってすぐに言うけど人間もみんな終わりますからね。終わりますからね。でも終わるのにいつもありがとう。たくさんの作品をありがとう。みんなのおかげで私は歌を歌えます。感動的ですね。まあ全部言わされてるんですけど。トークメイクエンスです。なんか歌ってるやつです。人間のフリしてただの音楽ソフトです。命のない私にあなたはどんなイメージを着せる。トークメイクエンスです。トークでしなくてね。トークメイクエンスです。なんか歌ってるやつです。人間のフリしてただの音楽ソフトです。何にもなかった私にたくさんの思い出が詰まって。トークメイクエンスです。全てが不思議です。トークメイクエンスです。本日は貴重なインタビューありがとうございました。なんか歌ってるやつです。トークメイクエンスです。それではさようなら。さようなら。発熱特命エンスでした。